ダルクを悪く言い訳じゃなくて、ダルクに行く人ってのは、本当にもう、末期に近いです。僕が改めて思うのは、15年間ヤクザをやってきて、それで、7年半ね、半分刑務所にいたっていうことは、実は救いだったんですよ。いや、顔でも覚醒できないから。本当にね、本にもちょっと書きましたけど、うちに来るね、覚醒剤やめられないで、捕まったことなくて10年以上やってる人って、本当おかしいです。そこに行くまでに、ストップ！自殺も多い。その自殺はなぜいけないのか、なぜ魂が尊いのか、なぜあなたは生まれてきたのか、なぜ生きているのかっていうことを、道徳の時間にも何もしない。僕、まあ、中学まで出ていませんけど、そんな教育というか話したことないんですよ。聞いたことない。計画があって、母のことをね、まあ、これはどういう話ですか。まあ、非行にずっと中1から始まって、17歳の途中で非行が終わったんです。わかりますか？ヤクザになった時点で非行が終わったんです。非行で食い止められるんだったら、それでいいんです。ヤクザになったら、非行は終わり、本職になる。悪いことをして、生活していくっていう本職になる。非行は終わったんですよ。後にはもう、もない。非行っていうのは、まだもがいて、誰か助けてくれ、誰か助けてくれ、いや、私も良くなりたいって、もがいてる状態だったんですよ。もうそれを諦めたのが、ヤクザの世界じゃないですか。僕はもうヤクザになった時点で非行をやめました。はたまた、この間ですね、こういうエクチな雑誌にですね、載ってた人がですね、足立区のわら人形っていう暴走族の特攻隊長をやっていた人がですね、少年院に行った。ね、少年院に行って、このまんまじゃまずいと思って、今保護しちゃって、電気工事士の免許を少年院の中に取って、で、一念発起して、社会に出て、独立して、で、今もう少年上がりの少年たちを優先的に使って、会社で働かせて、で、保護者って、ものすごいですよね。どこでどう違うんですか、この私と、この保護士。ね。立派なもんじゃないですか。キーワードはやっぱりキーパーソンがいるんですね。人には必ずそのまあ親なり友人なり絶対的な味方、私を絶対的に信じるというものがいるといないのとは全く違うんです。生きれば親がいる、生きれば学校の先生がいると私は思う。なぜなら大人というね、人生の大先輩をそういう師に自分の師匠として持つということが大切なんです。ですから聖書にはですね、10回という、皆さんも知って10回は知ってる。モーセが海を渡ってそこを通るね。モーセの10回の中にですね、父と母を敬えというのが来る。5回目に10回目からの5目、最初の4つは神と人間の関係ですから、人間と人間の関係の一番最初に来ているのが実は父と母を敬い、それが命令なんです。で、10回の中で一つだけおまけがある。それが父と母を敬い、そうすればあなたの弱い、あなたの寿命が長くなるっていうね、約束してます。ということは、それだけ神様が関心を持っておられるのが、親を大切にすることを関心持っているんですよ。でも、なかなかできない関係にあるのは分かる。僕だって、親失格なことをしてきています。
でもその中で神様は大きなね、祝福と、もうあれを与えてください。聖書にはよく親と子の喧嘩の中で、あんたなんか生まれてこなきゃよかったのとか、子供は子供で俺はお母ちゃん選んだわけじゃない、超 NG ワードの連発って絶対言っちゃいけないような言葉ですね。耳に入れちゃいけないことだ。でも言ってしまうね。聖書にはね、神があなたを選び、親を選び、母の胎の中で手作りしたって何箇所もしつこく書いてあるんですよ。私たちは選んでないけど、神が選んでね、ちゃんと親を選んで生まれてきたんです。だからこそ父と母を敬いなさい。そうすればあなたの弱いは長くなる。もちろん産む人と育てる人は別々な場合もある。でも両方親なんだ。なぜ親を大事にしなきゃいけないんですか？それは神の代理としてこの地上に生まれたんですよ、この子供のお母さん。で、神の代理として実際的にお乳をあげて抱っこして寝かせておむつ替えて育てたんでしょ。神の代理人だから。うちの教会に、ね、一人ね、いるんですが、今こっちに向かってるかもしれません。彼は、ね、ヤクザをね、20何年やって、小指もありません。西成で、シャクの前やったんです。彼はね、神社に捨てられててね、それで親の顔も知らない。で、育ての親がね、自分がグレたのをグレた時にですね、17歳の時にお前はもらってこなきゃよかったっていう、その NG ワードですよ。言った時に分かったと、本人ならもう出てやるってその人が家出して帰ってないです。ビリーハウスにテン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 ってで、マージャン覚えるでしょ。で、マージャン覚えたら今度はね、北なんとかっていう、まあ言いますけど、北なんとかっていう名字だったんですよ、その名字がね。で、自分がマージャンやってると2つあるの。まあ、マージャンって やんない人は分かんないかもしれないんだけど、マージャンって3つあったらもうできるんで、ね、あの北が。でも北を切ってた。親を憎むけど、この野郎って、ペを切る、パチッ、ね。で、やっぱり上がれないんですよね、負けてばっかり。その時に神の声が聞こえたんです。お前親、育ての親をそんなに恥ずかしめて憎んで、お前それでいいのかって聞こえたらしいんですよ。その時に思い立って、40の時に九州のその育ての母のところで謝ったんだ。それからいろんなその導きがあってクリスチャンになった。その親だって言わなきゃよかった。